リオノーブル・ルイーズは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、コビーナ出身のプロ野球選手。右ト左打。MLB のコロライドロッキーズ所属。2012年の MLB ドラフト4巡目で、ヒューストン・アストロズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・アストロズで、プロデビュー。アパラジアン・リーグのルーキー級、 グリーンビル・アストロズでもプレーし、2球団合計で38試合に出場して打率、252、1本塁打、12打点、2盗塁を記録した。2013年は、A 級、クワッドシティズ・リバー・バンディッツでプレーし、114試合に出場して打率、260、12本塁打、63打点、12、盗塁を記録した。2014年は、 A 級ランカスタージェットホークスでプレーし、131試合に出場して打率。293、11本塁打、77打点、4盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。2015年1月14日に、エヴァン・ガティス、ジェームズ・ホイットとのトレードでマイク・ホルテネービッチ、 アンドリュー・サーマンと共にアトランタ・ブレーブスへ移籍した。この年は、参加の AA 級ミシシッピ・ブレーブスでプレーし、126試合に出場して打率、229、5本類が45打点に盗塁を記録した。2016年は、開幕からトリプル A 級グーイネット・ブレーブスでプレーし、133試合に出場して打率、七十一 10本類六62打点、1盗塁を記録した。ロースター拡大後の9月17日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。翌18日のワシントンナショナルズ戦の7回裏に代打で登場してメジャーデビューを果たしたが、ここで打席に立った瞬間にコールドゲームとなった。その後、月日のフィラデルフィアフィリーズ戦でフランク・ハーマンから MLB 初安打となる三塁打を記録した。この年メジャーでは5試合に出場して打率、286、2打点、1盗塁を記録した。2017年は開幕をトリプル A 級グイネットで迎えたが、5月18日に昇格すると20日のナショナルズ戦ではマックス・シャーザーから MLB 初本塁打を記録した。この年は53試合に出場して打率、 19三四本類が19打点一1盗塁を記録した。2018年は14試合に出場して打率083を記録した。2018年12月10日にウェーバー工事を経てボルチモアオリオールズへ移籍した。2021年5月18日にスティー・ビー・ウィルカーソンの MLB 昇格に伴いディフェとなった。2021年5月24日に ウェーバー工事を経て、コロラドロッキーズへ移籍した。ありがとうございます。